ございます。カッパパです。ここはですね、おなじみ、尾瀬の鳩町峠ですね。今日明日2日間、尾瀬の山歩きを楽しみたいと思います。今回のルート1日目は鳩町峠から出発、天上の楽園綾目平に向かいます。で、綾目平からは長沢新道で竜宮に下って、見晴らしの尾瀬小屋に宿泊。2日目は東殿小屋経由よっぴつり橋方面へ。よっぴつり橋を越えたら牛首分岐へ進みます。牛首分岐からは山の花方面へ。山の花から鳩町峠へ戻ります。夏の尾瀬旅に出発です。いや、なんかものすごい重さ担いでましたね。担いでましたくじけましたけどね。じゃあすいません、お先行ってます。すいません、失礼します。ここがね、鳩町の公衆トイレです。非常にね、綺麗です。使うときはね、100円のチップを入れてってください。はい。で、この脇がですね、ちょうど綾目平の方に上がれる階段があります。ここから登ってスタートです。では行ってきます。はい、開けた。うわー、綺麗。これね、白いの、これ綿杉です。ほら、峠っぽいね。はーい、長良山の山頂です。はい、ここがね、綾目平です。どうぞご覧ください。いやー、綾目平ね、正直言ってね、天国すぎて言葉が出ないよ。何回も来てるけどね、今回はいいですね。いつもね、曇りなんですよ、僕来ると。今日はね、太陽も差し込んでるし、素晴らしいです。あー、ほんとね、池新さんじゃないけど最高すぎるわ。おお、いやー、素敵。
あらあら、夏の花が咲いてますね。まあ、花というか、はい、これはね、コバイケイソウですね。この分岐はね、富士見田代の分岐ですね。はい。でね、ここまっすぐ行くと、富士見峠です。富士見下っていう方の入山口があって、そこから登っていくと、この先のね、富士見小屋ってとこに出ます。今ね、富士見小屋閉鎖してるんで、廃墟になっちゃってます。一応、公衆トイレはあるみたいですね。で、ここにね、火打ちが綺麗に見れる絶好のスポットがあるんですよ。ちょっと寄ってきましょう。竜宮方面に下ります。この下りねこれ木道が見えてるからいいですけど、冬はねこんな感じなんですよ。まあ冬は冬でね、凸凹がないんで歩きやすいっちゃ歩きやすいんですけど、この木道にゴムが敷いてあるの、これいいですよね。これねすごくいい。木道ってね、まあ尾瀬に限らずどこもそうなんだけど、雨の降った日はもちろんのこと、まあ朝ね、朝露でズルズルに濡れるんですよ。で木からなんかねヌルヌルの成分が出てくるんだよね。やたら滑るんで、このゴムはいいですね、これ。はい、土場。土場かな。はい、ここまで来ました。富士見峠から 1.3 キロ。竜宮まで約3キロですね。はぁ、ちょっと休憩しましょう。あ、ここはね昔から有名なんだよ。見てこれ、1954年だって。大瀬ヶ原に出てきました長かったな。あ、これはね、木道の架け替え工事ですね。木道の下ってね、こうなってるんですよ。今ちょうどね、12時なんで、作業お休みといった感じですね。これね、ネットがかかってるってことは、これヘリコプター、で、来たんだろうけど、これ、来費用かかるんだよね。はい、竜宮十字路です。おぉ、木道の色が違う。はい、竜宮小屋まで行きましょう。ああ、綺麗ですね。はい、竜宮小屋です。お、結構人いっぱいいるじゃん。はい、あのね、宇都宮の地元の、登山仲間に会ったんで、偶然。イエーイ。やっと会いました。やっと会いました。いや、どうも。はい、じゃあ、3、2、1。グーありがとうございます。はい、吉見川です。この間来た時はね、まだ水場所なんかがポコポコ咲いてたんだけど、はい、もう夏ですね。緑が濃いよね。ね、
前回はまだ枯れ草がいっぱいだったんだけど、もう本当にね、青々としていいよね。なんかこうぐーっと成長する時のこの緑の勢いっていうのはね、植物がこうだんだん色が変わって紅葉になっていく時のね、物悲しいのもいいけど、こうぐーっと伸びてくこの感じ、わお。はい、火打ちです。何度も言いますけど、もう聞き飽きたと思いますけど、あえて言わせてもいただきますと、この日本山国ですが、風ある山の中で、僕が一番好きな山、日内ヶ岳、何度登ったか分かりません。素晴らしい思い出ばかりです。いやー、正直言ってこのビール5リッターぐらい飲みたいね。おー、着いた。はい、おずごやです。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。これが新しいデッキ、めちゃくちゃかっこいい。こんにちは。これね、山椒が、山椒が、うわ、うまそう。タコだよ。開いてませんよ。乾杯。乾杯。お待たせしました。どうぞ。夕食券 A のご乗客様、本日はオープンしておりますので、ちょっとお待ちください。うわぁ、豪華やん。煮込みハンバーグ、デザートまでついてる。もうもはやね、山小屋の飯超えてるよね。
山梨。いや全然運転はいいんですけど、ちょっと人多いの。あ、ごめんね。ごめん、道一回。でお疲れ様でした。お疲れ様でした。いただきます。最高ですね。うまいな。お、シロップ。すごい味使ってますね。1ヶ月ぐらいつけてある。